ジュリアン・カナルは、フランスのレーシングドライバー。ルマン24時間レースで2010年、2011年、2012年に、クラス優勝した経験を持つ。出身地も、ルマンである。2000年にフランスカート選手権に参戦。シリーズ3位となる。2003年にシングルシーターにステップアップ。フランスのフォーミュラルノーで4シーズンレースを行い。 2006年の最終シーズンで最初の表彰台を獲得し、総合6位となった。彼はまた、ユーロカップフォーミュラルの2.0シリーズにも参戦した。2007年にポルシェカレラカップフランスでレースに参戦したのを機に GT レースに転向。3シーズンで9位、10位、8位でシリーズを終え、1回の表彰台と2回のポールポジションを獲得した。彼は、 ラルブルコンペティションチームに加わり、2007年のルマンシリーズシーズンのオープニングラウンドでサリーン S7 で参戦。そこでは GT1 クラスに参加した唯一のチームであった。彼は2007年のルマン24時間レースでチームに戻り、GT1 クラスで総合13位を獲得した。2011年、ラーブルはシボレーコルベット C6 の新しい GTE。 アムクラスに参加。再びルマンでチームと一緒にクラスを勝ち取った。彼らは2012年に異業を繰り返した。ありがとうございます。